ナイスゲームだ。若輩者だからって舐めるなよ。主様、ようこそ。この国は他の国を救うには、そのため平和な世界を築くため、民に平穏を与えるため、農地の建設をお願いします。食料を主様のご指導のおかげで実り豊かな食料が出山賊が襲って、主郎を出て見てみましょう。しけてやがんな。これよし、おい農民ども、ここは非常よくぞこらえてくださいました。あやつらの襲撃は今後も続くでしょう。急ぎ民を兵も攻め、陣容も厚くなってきましたね。次は町を守るべく城壁、主様、ついに栄翔様が、主様と共に永遠郷に至るお方が参られました。今こそ本当の救世の始まりです。若輩者だからなめるなよ。山賊が出ただと。こちらをタップして山賊を検索しましょう。おお、部隊を派遣して山賊を殲滅する時です。私も部隊に正規に任命してください。頼んだぞ。朗報です、主様のご実あるす。我々のためにご出立、情報府を建設し石膏を管理しましょう。私を派遣して未知の領地を探索させてください。石膏を派遣するのですね。彼らはいちいち指図をなさらずとも自らの意志でお役に立つものを探して探索いたします。何か良きものを見つけましたら報告があるでしょう。その間に主様は勢力の拡充をお続けください。Thank you.
王国内にはびしかしまず弱い方の部隊を倒さなければ次のレベルの山賊に進行できません。若輩者だからって舐めるなよ。やってやる、やってやるぞ。この度の増築には5分かかります。アイテムを使用して建設を加速するのもいい選択だと思いますよ。連中なんか